さあなんと今回はバケツでモブの能力を取れる世界に来ました。ってことでこれがね、羊のミルクだね。よう悪いな。さあごくごくごく。さあこの能力なんですけど、羊と言ったらね、これだよねっていう能力だね。そう、やっぱ草を食べて羊毛をゲットする能力でしょう。ということでどうもグーハヤでなんだこれ。さっき言った通り、なんとこんな感じで右クリック、あ、そっか、牛乳かお前は。モブのね、能力をゲットできる世界に来てます。で、まあ、例えば豚だと、うお、すごい色、なんとね、満腹度回復っていう感じで、まあ、もちろん牛乳だから一体のモブからいくつでも取れます。まあ、今回の目標としては、まあ、こんな感じでモブの能力をバケツで取れたなら、このバケツだけでエンドラー余裕じゃねっていう、まあいつものね、頭の悪そうな企画だね。で、縛りをつけていこうと思うんだけど、今回このクラフト禁止です。まあ、ただ村にね、こういうあるやつは使っても OK、 あと掘ったりすることも OK です。ということで、ちょっと待って、村人の能力は確か、ほい、お、あ、そうなんと子供が生まれます。ウーハヤジュニア、まあ、アイアンゴーレムはこいつ強いと思わせて、確かね、鉄を食ったら HP が回復するとかいう、そういうなんかしょうもない能力だった気がする。で、クリーパーはこれね、絶対に使っちゃダメな能力なんだよね。まあ、最初だしとりあえずやってみるか。クリーパーの能力は自爆です。まあ、てな感じ、すっごい爆発力だな。まあ、こんな感じでいろんな能力をね、駆使してエンドラ倒していこうかな。で、ちょっとね、俺はね、調べたんだよ、どんな能力があるかって。あ、すごくない？鶏の能力、なんか卵があるね。あ、ウサギってなんか良かった気がするんだよな。ちょっと取ってみよう。さあ、どんな能力だ。あー、ほら、足とかめっちゃ速くなって、あと幸運ついてるわ。こいつ、まあ、ちょっと一応集めとこう。まあ、いらなくなったら飲めばいいだけだからね。で、まあ、この能力なんだけど、他のバケツを飲むと前の能力がリセットされるっぽい。だから継続ができないのかな。で、それでちょっと待って、これたまたまあの氷山が近かったんだけど、北極熊あたりがなんかいい能力を持ってた気がする。おーっと、待って、カメがいるね。亀の能力は確か、こいつね、確かね、1分間ぐらい足遅くなるけど、こうしゃがんだら無敵になれるみたいな能力が確かあったね。だからちょっと持っときます。あとね、海系の能力をゲットすると、なんとね、直接こう右クリックで魚を食べられるっていう、とんでもない能力がゲットできる。あ、こいつが欲しかった、このドラウンドを、こいつのミルクは、おー、来た！トライデントがね、低確率でゲットできるんだよ。これで俺のサバイバルやっと始まったわ。いいね。あと水系のモンスターのミルクを飲むと、結構コンジットパワーとかつくから、水中とか結構楽になるんだよね。あ、めちゃくちゃええ。そして待って、そこに白クマもいる。だから、こいつの能力は何だったっけ？ほい。あー、そうだ！攻撃力上昇2。こいつマジで大事になる。だからたくさん持ってよ。よし！こんな感じで、まあ、でも防御力とかが全然ないんだよな。クラフト禁止だから、なんか防具が入ってる何かないか。お、待って、そこにピラミッド見えるね。だからちょっとこのピラミッドを探索してみるか。よし、開けてバケツ置いて、よし、これで見れる。あー、あ、でも金入ってるね。エメラルド、まあでもあんまいいのが、あ、金リンゴいいね。そんなもんか。じゃあてことで早速なんだけど、ネザー行ってみようかな。だからマグマだまりを探そう。で、まあ、こんな時も、ウサギをゲットして、まあ、ちょっと多少でもね、足速くして見ていこう。お、お、待って、え、この村珍しい、カズヤがあるんだけど。おお、でっけえ。ちょっと待って、鉄頭と足はでかくないか。そしてまあ一応黒曜石を持って、うわ、でかいね、かなり。ラッキー。お、待って、ここにマグマあったね。じゃあここでネザー作っていこうか。さあ、これで、はい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 、早いな。やべ、火打ち石ゲットできないんで、なんか羊毛とかで火つけるか。おーし、来たね。さあ、いいところに出てくれよ。どうだ？ま、やっやっぱりここなんだな。まあ、でもね、これね、実はちょっと便利な点があって、ここ行けるか。よし、待って、ストライダー来い。痛い痛い。
いや、金リング食うか。食おう。あっぷな。これで、待って、スライダー。お前のミルクが欲しい。ブロックない。ブロックない。待って、マグマキューブが来た。まずいかも。あ、これまずいな。待って、先に、マグマキューブ取って、こいつの能力ね、ちょっとわかんないんだよね。だから、ちょっと待って。マグマキューブミルク。オッケー、火炎耐性ついてるわ。そう、ネザーのモンスター、だいたいね、火炎耐性がついているんで、なんとこれで、火炎耐性ゲットして、だからもう入れるね。こちら。で、からの、ストライダーのミルクで、なんと、これストライダーのモードを発動できるんだよね。それすなわち、なんと、歩ける。この同じことをできるようになるんだよ。溶岩の上を歩いちゃうんだよね。で、これだったら、要塞とか簡単に見つけられるんじゃね？終わったすげえ、やっぱめっちゃ見つけやすいじゃん。で、ちょっと上に上がるために、まさかの溶岩バケツを使いながら登るっていう。まあ、さすがにピッケルとかは欲しかったな。いや、なんかすげえ斬新これ。あ、待って、なんかゾンビピックマンいるじゃん。こいつは多分ね、強い気がする。あ、そうだそうだ、忘れてた。あのね、ゾンビ系のミルクって、空腹状態がね、ついちゃうんだよね。ってことで、よっしゃ、ここで侵入。うわー、ウィザースケルトン。こいつのミルクも取りたいな。いって。すげえ！どんな確率？これかなり低い確率だよ。ウィザースケルトンの頭。だけど、俺が欲しいのはブレイズロッドなんだけど、耐火がついてるから全然痛くないっていうね。ウィザースケルトンミルク、飲んでみるか。おー、なるほど。これは、火炎耐性プラス、相手を殴ったらウィザー状態にできるね。あ、待って、あとね、スケルトン、めっちゃレア。はい。はい。やばい。危ねえ。スケルトンミルクを飲むと、なんと、弓が出ます。で、この、効果があるうちは、無限に弓が撃ち放題っていうね。まあでも、ブレイズロッド落ちやすいし、あ、もうこれ、ただ、もう倒していくだけだな。よーし。いやー、取れなかった。あーった。まあもう9本あれば十分だな。いや、めちゃくちゃ楽に集められたわ。ってことで、次はね、ここでエンダーマンを倒したいんだけど、ちょっと食料切れもしてるんで、あとね、できればボートをクラフトできないけど見つけてきたいんだよね。だからちょっと探してみようかな。帰ります。ダイナミックだな、この帰り方。よーし、ギリギリ帰ってこれたな。で、これで。おぉ、めちゃくちゃ助かるな、これ。やっぱ、食べ物が正直一番重要だな。で、なんと一つ分かったことがあって、ボートって意外とゲットできないんだよ。クラフトしないと。で、この亀がね、めちゃくちゃ使える。これ最初の方に行った、シフトをすると無敵になれる効果を使ったら、エンダーマンとね、すごい戦いやすかったわ。だから、これで、ちょっとエンダーパールゲットしに行くか。ちょっと一応、もう一本トライデントもらっとくか。オッケー、ゲットできたね。よっしゃ、ネザー行こうか、これで。よっしゃ、ここでエンドラ、あ、待って、ホグリンね、こいつ確か、すごくいい効果だった気がする。飲みます。ほい。おー、めっちゃ優秀。え、満腹度回復？さらに火炎耐性、耐性攻撃力上昇。あ、神です。神だ、ホグリンは。待って、これはぶっ壊れだ。だから、たくさん取っとこう。だってでも普通に戦ってももういけんじゃないか。正直。お、耐性がついてるから、ほら、結構普通にいけるわ。うわぁ、ピグリンだ。こいつどういう効果なんだろう。飲んでみよう。よっわ、火炎耐性だけじゃん。でもね、結構集まった。15個か。待って、めっちゃレベル高くなってる。まあ、それだけね、頑張ってモブを倒してきたってことだな。はい。こいつは、落とす。はい。あと一個だけ欲しいな。お、エンダーパール落ちたね。よし、まあじゃあこれで準備が整ったってことで、まあ、ホグリンミルク、たくさん取って帰るか。ちょっと待って。わかった。なんであんなに効果が強かったのかっていうと、これ、この通り、現世で飲んでも何も意味がない。ネザー限定のアイテムっぽいね。うわぁ、そうきたか。まあ、しゃあねえな。まあ、エンドを探しつつ、あとスケルトンの能力も持って帰りたいね。あいついると無限に矢打てるからな。ってことで、移動していこう。まずは、ウサギのミルク取って、足を速くしていこうか。どちら？後ろね。お、山猫だ。え、猫、猫、待って、こいつの方が足速い能力もらえそう。どうだ？ほい。あー、暗視とかか。ちょっとこのね、海も渡んなきゃなんないっぽいんで、
じゃあこのドラウンドのミルク飲んで、まあ、魚をね食べてお腹を満たしながら行くか。さあとてつもない海を渡り切ったから、あ、まだそっち側か。うおっと、ちょっと向き変わったわ。あー、ここの間だ。このエンダーアイめちゃくちゃ硬いんだけど、まだ一回も壊れてないよ。あー、ここだ。オッケー、ここにじゃあ掘っていこう。めちゃくちゃ長えー。お、来た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 、ここだね。あ、オッケー、スケルトン発見。こいつのミルクも取って、これでエンドを探そう。おー、びっくりした。暗いから全然見えなかった。あー、パンあり。あ、待って、あれエンドじゃね。あの鉄のドアの窓から見えんのエンドじゃね。よーし、見つけたぞ。うわー、こいつらのミルクってどうなってんだ。ちょっと飲んでみたい。ガク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 。え、ぎしる、あ、違う、俺が殴ったらシルバーフィッシュを召喚する。最悪、やばい。これはまずい、これはまずい、これはまずい。無限ループ。よくない。よいしょ、先に行くぜ。よーし、着いた。ってことで、よし、エンダーパールで真ん中行こうか。で、ここで、まず俺は、こうやって HP を回復しつつ、スケルトンミルクを飲みます。これで、よし。これで無限に弓矢を撃てるんで、このうちに、はい、破壊していく。はい。まあ、正直俺は、このスケルトンミルク1個でも破壊できちゃうんじゃないか。はい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 。お、待って、これでもうない待って、うまくね。あ、いったーってことで、待って、もうなくなっちゃったよ。ここで、じゃあ、ちょっと待って、めちゃくちゃ持ってきちゃったけど、白熊をつけて攻撃力上昇2だね。あと一応ね、この鶏のミルクもね、持ってきといた。っていうのも、めちゃくちゃ上に上がった時に落下速度低下がついてるからね。え、あ、待って、もう来た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 。待って、これで、北極熊、あっぶな。いや、これいい。うわ、攻撃力上昇2強い。はい。はい。めっちゃ調子いい。これ次来た時のためにこの空でね、なるべく当てとく。いや、だけどもしかしたら攻撃力増加してるからここで終わらせられるかもしれない。いや、いけるんじゃない。はいはい、あとちょっと。1、うわー、危ない。スケルトンミルクはもうねえわ。だからちょっと待って、亀のミルクでもしもの時、待って、ほらほら、見て見て見て、今無敵になってんだよこれ。聞いてないの、これが。これなんかエンダーマン来たけど、シフトをしながら戦えば俺は無敵。はい、お、来たね。これで終わりだ。いや、てか装備これでいけるんだね。めちゃくちゃ心もとないけど、さあこれで終わりだ。よーし、いや結構いけたな、すげえ。だいぶいらないのあったけどね。ってことで、あ、待って、エンダーマンの能力も確かめてみたい。ほい。あ、これはどうやら、叩いた相手を瞬間移動させる能力らしい。待って、エンダードラゴンのミルクも気になるな。それじゃあちょっと確かめてみよう。はい。ん？え？待って、これ。エンダーマンと同じじゃん。